初期値第一、あ、ミキチです。はい、ということで、今回も動画を撮っていくんですけども、今回ですね、まあ、77からちょっと沼っちゃったんですけども、沼マルチということで、戻していきたいと思います。ということで、行きましょう。いや、今日は、まあ、そんなにね、なんだろう、時間ないわけではないけど、微妙なんで、ちょっと午後予定あるんでね、なので、まあ、そんなそう、だから、この沼戻しになっちゃう。一旦ね、沼戻してから3桁耐えてね、取ろうと思ったんだけど、そんな余裕は多分ないんでね。しかも昨日めっちゃ負けて、なんか昨日メンテナンス来たんすよ、クラロは夜中で。その後やったら、これめっちゃ言い訳みたいになっちゃうんだけど、ユニット出んの超遅くて、なんかね、構えて出してんのにワンテンポ遅いんすよね。もうそれでね、結構イカれた。さあ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 、マスケか。珍しい。ホグで、この形のホグでアチャクイじゃないの結構珍しい気がする。クエイクホグショー。いや、ワンチャン、ファイボか普通に。さあ、ただ来ない。ここは行きたいっすね。うわ、ファルーチェとマスケはやばいな。さあ行きましょう。これ施設ないはず。やべえ、それ。ちょっと待って、ガチか。これさ、ホグ来たらやばい、俺。いや、取れなんのか。なるほど。これ一匹は許容して、こっち対応っすね。いやー、うまい、それ。これ雪玉だな。アイゴラはちょっと取っときたい。オッケー、危ない、ギリギリ。アイゴラ取っとく必要別にないか。まあでも、アイゴラバルーンできるのはでかいし、ブラフもできるっすね、これ。ブラフワンチャンありだな。ここはどうしよっかな。ただ、ここは一旦マスケから入ります。で、まあ相手逆サイかマスケ合わせるぐらいか。あー、バルキリーそういえばいたな。でもこのバルキリーはアイゴレでね、蓋してあげればいい感じになるはず。さあ、いいよ。うわーい、やばいな、ガチで。すご。やべえっすね。これ、またこれやってあげて。さあ、やっていくが。ただこれは、多分右左にも入んないでしょ。オッケーオッケーオッケー。いや、めっちゃいい防衛じゃない？今のやばくない？完璧ですね。さあ、ここマスケ来るんで、このマスケを速攻でね、ちゃちゃっとやっていきたいところではある。さあ、相手取り根回ったかな。ただバルーンがいっぱい入ってきた。おぉ、攻めで使ってくると。そしたら、この右のね、マスケがちょっと入ると思う。1。2と。いいっすね。ここはもう単体で行って、単体っていうかこれでやってあげて、がっつり行かずにね、北分のエリクサ残しといて、さあここは、まあアイスピマネ使ったら一発も入んないかなーと見せかけて入る。あー入んない。ってことは取り抜きますね、ここ。わーお。これワンチャン来るぞ、マジで。ですね。さあここはただめちゃくちゃいい防衛して、なるほど。これもうディガー困ったから、困りディガー、これ。いや、ワンチャン逆来るよね。はい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 。ただ相手大型呪文ない、中型か。中型とか大型呪文系がないんで、で、ここまあどうせ取れねくるでしょう。まあ、これはもうしょうがないんで、これはね、しゃあない。から、まあこんな感じで適当にね、受けてあげれば、あー、マジか、それ。これちょっとね、怖いんで対応します。一発入りそう。うわ、マジか。それ一発入るか。これバルーン行った方がいいな、じゃあ。確実に狩りに行った方がいい。さあ、これ裏飛ばしてあげて。さあ、トレネ使うけど、ディガーが削って、このままね、バルキリーは許容できるんで。しかもこれ攻めたことによって今度はね、相手トレネがね、使えないんで。いや、これやばいな。バルキリーが、ちょっとめんどくさいっすね。いや、これ結構なんか押されるな。割と危ないな。ワンチャンが怖いっすね、かなり。ただ、ここはバッカーが入って、行って、
またね、こっち来るんで、ここで矯正してあげて、寄せてあげて、ディガーで削っていき、まあ、延命しつつ、まあ、こっちですね、今度は。で、ここもボムタワーめっちゃ立てとけば、相手突破できないはずなんで、さあ、GG かな。危ない。いや、あのね、ホグのルート矯正、あれね、めっちゃ強いんですよ。あれ、ぜひ、使ってほしいですね。アイゴリでもできたね。この間コメント欄で、質問もらったから、ちょっと試したんだけど、アイゴリでもできたね。タルでも多分できんのかな？できるけど、めっちゃ読みでやんないといけないから、むずいかもしんない、タルは。アイゴリとかスキルできんのはね、めっちゃ便利なんで、ぜひ。お、やば、それ。マジか。いやー、ハシプリそんな行く？うわー、これガチでさー、これ本当にね、ずるいんすよね。やばくない？ハシマエプリ1000行かれたんだけど。ぶっ壊れでしょ。強すぎるんだけど。さあ、縦線型と、縦線型の枯渇はマジできつい。あのね、ディガ通んないしね、マジで辛いっすね、普通に。こっち施設突破できないしね。あと、ハシプリを常に警戒しないといけないっていうのがしんどすぎる。ここは8ぐらい溜まったら出しときます。で、来なくても、まあ、来たらラッキーだし、来なくても、ここでね、もう一周行けるんですよね、僕。で、ここは、プリンちゃん処理しに行くかな？いや、これ行かなくてよかったかな？まあ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 ね、ここで、まあ、インフェね、どうせ突破できないんですよね。そう、だから、いや、ワンチャンできる、これ。いや、ワンチャンできた。インフェ意外と突破できんのかな？あ、微妙な気するけどな。さあ、ここはマスク延命しつつ、さあ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 、これで縦線が来るんで、ちょっと後ろですね。で、まあこれは、正直、アイゴレマスケは意味ないんで、捨てかな。このアイゴレやったかな。ワンチャンいらないな。もったいない。いや、美味しい、これは。これは、最高。よし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 。で、まあ縦線切ってるんで、次相手ロケット防衛かな。端っぷりしてるし。まあワンチャンインフェで守ってくるけど、あ、これインフェっぽいね。なので、結構早めに出して、ここスケルトンでワンチャンタゲ取れるように。あー、なるほど。あー、ロケか。ロケ徹底してるな。さあ、ここは、はい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 。左かな。これマスケ残してほしいなーってことで、マスケ延命と。で、ここは、今プリン来て、打っとくる先に。おい、それやばくない相手。いやー、でもやばくねえな、多分。いや、やばいな、多分。それ突破できるんで、さあ、ロケったら、次のね、バルーンが止まんないよってことですね。ただ、回転早いんだよな、意外と。インフェクかつね、重そうに見えて割と、なんか前までは、結構回転で勝てるかなーって思ってたんだけど、思ったよりね、早いんよね。さあ、ただその位置のインフェは甘えてますね。これはね、バルーンが強いんですよ。すぐインフェ飛ばすから、施設ね、その位置に置いちゃうと、テスラとかもそうなんだけど、すぐにね、壊してくれちゃうよね。それがこれワンチャンハシプリ？はい、来ない。ここもう一周行ってあげて、で、次はね、ロケ防衛なんですけど、縦線をね、しっかりとディガール飛ばしてあげて、さあ、ディガー削りつつ、縦線のババがね、一回タゲ取ると見せかけて、取らないと。ただここはもうハシプリ警戒しつつ、まあ、またマスケから入ってあげて、ここもアイゴレバルーンしとくだけですね、俺は。もうだから出すだけ。いや、もうこうなったら出すだけです。はい。サイクル作ったら出すだけで勝てるっていう。いや、いいね。いいっすね、いいっすね。ロケ防衛結構美味しいんですよね。ロケ防衛毎回されたらだるいんだけど、どっかでね、インフェ型だとロケ防衛できなくなるんですよ、エリクサー的に。あの、回転的に。そう、だからそこで、まあ、インフェ読みの、ディガー飛ばしてあげて、で、マスケね、後ろにいるのが結構大事。マスキーいれば、相手、インフェ置きづらいんよね。いや、そのマスキーに対しても、バルキリーとかタズセンとかなんか咲かなきゃいけなくて、ってなると、エリクサがね、あんまなくて、みたいな感じですね。いや、やばい、それは。これね、大体こういう人ってさ、ザップ持ってるやん。はい、来た。怖いねー。怖い怖い怖い。いやー、泣いてるけど、初手、初手ゲーえぐ。
ここ行きます。ザップ切ってコウモリ切ってるんで、うわえぐいな、これこれジャイか、うわやばい、釣れるこれ、危ねー、えこれやばくない、でもこれやばいな、待ってガチそんな行く、ええぐいえぐい、行き過ぎ行き過ぎ、あー終わった、えぐいいやマジか、うわーこれダメだった、ダメか、いやスケで守っボムタワー置かなくてよかった、いやこれガチやられましたね、ちょっと一旦ミュートね、一旦ミュート大事、いやガチ今のこれ、まあコウモリにザあの雪玉速攻打ちたいね、さあ構えといて構えといて、これ絶対打った方がいいんでね、これ打ち得なんで、打たないとねもったいないんでね、バルーンがに与えるけど、いやさすがにジャイ回ってないと信じたいけどな、回ってたら割とやばいけどまだ回ってないんで、回ったわこれで、いやガチそれ、さあ激変された、一発入っちゃうね、いやマジかこれさ、やばいな、やらかしたな、いやガチかあれ、うーんうわーやばい、それは止まんないな、ヤンキーだな、めっちゃヤンキーだな相手、ただここは逆持ってって、ただガコムにいるんかな、ちょっとな突破できないですね、一回行くけどガコムに出てくる、いやーコウモリからのガコムリか、あーなるほどね、一発も入らないと、いやー終わったくせーガチか、いやーさあそこてかこの人見たことあるな、ワンチャンデッキ分かってたからなんか勝てたな、これ普通に勝てたな、もったいないことしたな、うわ来ないのガチ、うわしかも守られた、ええぐ、いやまあこれはしゃあないっすね、いやーマジかあそこ行っちゃダメだったね、デッキが分かってたら、まあ、行っちゃダメだな、普通にダメですね、行きたくなるけどな、やりすぎかな、単体だったかな、せめてミニペコウモリでアイゴレスケでザップまで切ったから、まあ、行くよな、まあでもスパーキーか大体あのカード見たらってなると、ダメでしたね。結果論で言うと、コウモリ型のスパーキーってガゴムリいるから、結果論で行くとダメでしたね。やべ、チクッとされた。さあ、タゲが、取れないと。いや、これ雪玉で手前にノックバックだったな。これマスケ切ったら、ちょっと怖い。え、ドリルホバー、スケキン、いやーちょっとわかんないなー、これはなんか変なデッキですね、これスキル来る、これ雪ラム打った方がいいな、怖いんで、はい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 、でどうしよっかなー、うわーバボじゃないゴボウリか、対空が、まあ、おそらくザッピーかな、これだと。一旦マスケで壊しつつ、いや、ムートか。ムートもいんのね。いや、ムートだるいな。まあ、しかもインドラか。なるほど。デッキが、なかなかやばいな。一旦ターゲ取ってあげて、ここはね、さあ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 、いやまあこれは多分雪打たないとだいぶいかれちゃうから、雪のもしっかり打っていくと、いや今インドラ帰ってくる、帰ってくるか、さあどうしよっかなー、これまあマスケでいいかなー、多分スケキン出されるんで、そうですよね、まあ、なのでここ行きたいね一回、いや相手もしっかり分かってると、ああ、そうだ、インドラいたわ。そういえば。
まあ、ここは一旦じゃあ竹取ってあげて、マスケでホバーじゃなくてインドラをね、とりあえずやっつけて、クロック来るけど、いや、これさ、このはみ出たやつがさ、だいぶ持ってくから、とはいえ、ここは許容しつつ、アイゴレで、これどんぐらい受けれるかな。もう、アイゴレ信じていいかな。え、ダメだな、これ。ゴブめっちゃ出てるわ。えぐいえぐいえぐい。ちょ、ゴブに出すぎやろ。なんでな。え、これスケキン。いやー、うまいなー。うまいっていうか、それが一番きちいんだよな。スケキンがやべえ。よいしょ。うわ、マジっすか、あれ。ガチか。でも、これは美味しいんじゃない？いや、これ、ホバーワンチャン許容して、いや、ダメだな、スケだな。スケで許容して、ここは、まあ、多分、檻来るんですけど、雪玉しっかり打っといて、はい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 。え、ワンチャンあるね。流れ変わったね。いや、これは、もう、樽で許容だな。頑張るしかない。めっちゃ行かれるんだけど、え、ドリル強え。さあ、第2回目の攻めをしてあげて、ここで、アイゴレで蓋かな？ここは。マスケ出して、さあ、ムート出してるぞ、相手ミスってる？いや、こっち来る、マジか。これは、ボムタワーを信じて、いや、ワンチャン守れるくない？いや、待って、ホバやばい。マジで何してんの？あぶねえ。ギリギリ、ギリギリターゲット取れた。とはいえ、やばい、これ。今のホバやばいな。めっちゃ仕事したな。さあ、ここは防衛バルーンして。いや、そのホバ優秀すぎる、相手の。いや、相手のホバリング方がやばい。めっちゃ優秀。いやー、きちい、これは。やばい、やばい、やばい、やばい。マジできつい、マジできつい。しんどすぎる、これ。いやー、しんど。なんだよ、このデッキ。もう、マジでさー、やべえわ。てか、防衛バルーンダメだな。こういう相手に対してのドリル防衛バルーンはね、一番ダメだわ。相手が施設持ちとかのドリルならいいんだけど、え、待って、相手のデッキやばくない？何これ？えぐいな。いやー、これまた変なトロ隊に入ってしまったかもしれない。もう魔境ですね。ここマジで、もう何なんだろうな。まあでもこのゲームはね、マッチング運でね、大体なってるんでね。もうだから、いけるときはいけちゃうんすよ。さあ、これいきます。さあ、メガゴー。雪玉打って、一発入れていくと。さあ、ザップ打って、ギリギリ入らないと。そう、マッチング良ければ、まあ誰でも上がるっていうね。まあ、誰でもってわけじゃないけど。結局ね、大事になってくるんですよ、運も。なんかやばいね、マジで。だから、この魔境をね、一旦抜けていかないと、まあ大変ですよ、と。ここ何なんだろうな、マジでさ、毎シーズンさ、なんかこの辺、変っすよね。ガチで、何なんここってなるよね。おかしいんだよな。ちょ、ゴブジャイ？ゴブジャイマジで強いって。さあ、ここは、うわー、これさ、一発入りそう。いや、入んないな、これは。オッケー。さあ、ギリギリ押さえていく。で、これが、メガゴか。で、ここは、ザップか？いや、許容か。なるほど。許容と、これな、むずいな。たるいって。はい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 。一旦受けですね、ここも。ここで逆サイにバルーンいたとしてもメガゴで狩られるだけなんで、なら一旦守りたいって感じかな。でもゴブジャイレイジがさ、ボムタワー余裕で突破してくるんだよね。これさ、ゴブジャイっておかしいよ、やっぱ。めっちゃ強いと思うんだけど。なんなん？
さあ、ここは気合の防衛でなんとかしていきたい。ただここは入ってしまうけど、え、待って、なんでなんか処理されたが、ギリギリ耐えると。え、今なんで消えた？なんかいろいろ消えた気がするんだけど、今の。さあ、ここはディガつけてあげて、マスケを延命しつつ、マスケでチクチク行きたい。さあさあさあ、いや、このダム結構でかいよ。ただ、ここっすね。いや、これさあ、防衛むずくない？できるかな、ここの防衛。うわ、やばい、それ。本当にやばいわ。マジでやばいかもしんない。これは。うわ、エリババがやばい。終わったー。もう全部豚になってるやん、もう。なんだよ、これガチで。どうなってんだよ。おかしいって。よ、防衛ミスったの、俺。やばいなー、これは。はい、ということでね。まあ、今回の動画はこんな感じで。なんとトロが戻ってしまった。なんなら下がった。てな感じですね。いや、まあ、めっちゃしんどい。マジで。マジで、どんなトロ対してんのって感じなんだけど。マッチングか。どんなマッチングだよって感じなんですけどね。まあ。まあまあまあ。やっとけばね、いつか戻ると信じて、まあ頑張りたいと思います。残り4日。ということで、まあ今日は沼戻しというか、沼からのマルチでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ明日はさすがに、高いトロ対で撮りたい。ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしております。ということで、バイバイ。